キチャンネル。じゃん。こんにちは。今日いいですか。今日出すやつ今日じゃないですか。あ、今日じゃないんですよ。今日でもないんですか。今日でもないんですよ。いつなんですか。もう忘れてますよ皆さん。そうですね。今日じゃないんですか出すの。でもその球団を里崎さんはまだ選んでくれないんで。今日のチームじゃないんですか。今日のチームじゃないんですよ。日本ハムと阪神でもないんですか。違うんですよ。はい、これ今何と思ってる方、あのこのガキップチェンシーの初回の頭の方のトークをちょっと見ていただけると何のことか分かります。そうですね、あのいきなりね、はい、お金いきなりね、あの時何言っとんやみたいなね、はい、あの私がちょっと里さんに見せたいものがあるっていうくだりで、うん、あのあれね、カサスの船越英一郎さんに追い詰められた崖の上のシーンのやつ、写真。違う、全然違います。違うんですか。あ、でも今ちょっと近いワードが出てきましたね。今近いワード、はい、崖の上、さっきも出てきた、ポーニョ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 。私なんかポニョ似てるって言われたことあるんですよ。そうなんですか。はい、似てます。ちょっとやってくださいよ、モノマネ。ポニョサンスケ好き。違う。一つ言っていいですか。はい、見たことないから分かんないです。その CM とかそういうのは見たことあるんですよ。でもあの本編を全部見たことないからちょっと分かんなかったんですけど、す、ね、似てる？似てないんじゃないですか。いや、あのポニョが波の上を走ってるシーンってアニメ見たことないですか？見たことないんです。え、本当あのありますよね。よく、うん、あの CM というか、うん、その宣伝とかでも、うん、ポニョが波の上をこうやって走ってる姿が、うん、ポニョって走るんですか？足あるんですか？あるある。うん、女の子ですか？あ、ポニョは魚の方じゃなくて、いや、魚の方なんですけど、女の子ですよね。女の子です。そう、うん、ちゃんとそのなるんです。あ、そうなんですか。そう、うん、で、その波の上を走ってる姿が、うん、走り方似てるねってよく言われてて、うん、なんか複雑だったんです。っていう、はい、どうでもいい話でした。さあ、ということで、はい、今日はね、日本ハムと阪神、はい、まずはじゃあ日本ハムからですね。うん、日本ハムはですね、まあ、ノンテンダーでね、はい、3選手を出して、うん、まあ、まだね、今日の現状では秋吉選手がまだどこもね、チーム決まってなくて、はい、まあ、ひょっとしたら過去ね、坪井選手とか村田選手の時のように、うん、あのもう一回ハムに出戻りっていうね、パターンもあると思いますけども、はい、まあ、今の現状まだ決まってないっていうところで、まずね、野手、はい、清水雄志選手です。うーん、キャッチャーの、はい、ここも崖っぷち勝負の年です、はい、やっぱりね、うん、あのまあ、去年のドラフトで、うん、あ、キャッチャー俺は取った方が良かったんちゃうかって思ったのと同時に、うん、取らなかったっていうことは、はい、チームからの期待値は大きいっていうね、うん、ところを見えると思うんだけども、はい、まあ、ここ一度はね、この2019年ね、うん、里崎賞、そう、清水のみいけんちゃうっていう、結構項目クリアしたんですよね。そうそう、クリアしてたけども、うん、そこから2020年1割9分3厘、2021年2割6厘、はい、でちょっとね、守備でもスローイングにちょっと正確性っていうところが欠ける中で、まあ、まだ25歳、今年26歳になる年、はいはい、でね、うん、まあ、このここが今年本当に結果出して、うん、バーン、ハムのキャッチャーは清水ですっていうぐらいのものを出していかないと、うん、本当に次ね、取られてくるっていうところで、うん、うん、まあ、ここはね、勝負の年になるんじゃないのかっていうね。あ、そういった意味ではそうですね、2年連続でちょっとこう、そう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 、で他にもね、キャッチャー宇佐美とかも、はい、いるし、あのしっかりね、まあ、その、まあ、宇佐美もね、あの打撃にって言っても、まあ、1割1分6厘っていうところでね、うん、まあ、結果をしっかり出しきれてないっていうところはあるけども、はい、まあ、ここでね、しっかり保てれるかどうかがね、うん、で監督もね、新庄さんに代わって、はい、まだまっさらな気持ちでね、うん、あの見てくれるだろうし、はい、その出だしがね、うまいこといけばいい感じに乗っていけるんで、うん、まあ、当たればね、パンチ力もあるんで、うん、そういったところの期待値はあるだけにね、まずしっかりやらなきゃいけないことの普通のことを普通にできるようにまずしていかなきゃいけないかなっていうね、はい、まあ、そういったところでは、まあ、今年1年がね、うん、ちょっと勝負の年になるんじゃないのかっていうところはね、はい、あると思いますね。いや、新庄さんが監督になるので、なんか本当にまっさらから見そうじゃないですか。でもダメだと思われるパターンだったら切られちゃう、はい、違うやつに行っちゃうからね。そうですよ、だからみんなが本当に新庄さんに限ってはなんか横一線からスタートしそうな感じはね。そうそうそう、本当にバリでいいだから本当に知らないと思うよ選手のことは。あ、今まっさらな気持ちで見てると思う。そうですね、うん、もう一人います。はい、杉谷です。バラエティ禁止令を出された杉谷選手。そうそう、うん、で、まあ、今年2月4日誕生日なんでもうすぐ31歳に、はい、なりますけども、まあ、バラエティ禁止令を出されてよ、はい、頑張りどころじゃんね。そうですね、うん、でもその分期待はされてるんだろうな、新庄さんも期待してるんだろうなっていうのは見えますよね。うん、
あとはまあ、これは勝手に俺が言ってることだけど、はい、新庄さんよりテレビで目立たれても困るしね。まあそうですね。新庄さんがやっぱ一番目立ててほしい、ね、そう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 、ね、時に杉谷が出てきていきなり野球ね、うん、トンネルさんのやつで出てきてね、はいはい、いきなり新庄さんより杉谷がバーンって食ったり、はい、裏かぶりとかして、はい、新庄さんと杉谷で裏かぶりとかしたりね、はい、したらまあちょっとあれもあるんじゃない、まあ、そういうのもあるんですかね。俺は勝手に思ってる。違うって言われるかも分かんないけども、はい、俺は勝手に思ってる。いや私は新庄さんやっぱ野球には真面目な方と思ってるんで。でもバラエティーは野球じゃないから。まあそうですね。だから杉谷選手、君はバラエティー出ないで野球に専念してねっていうね。まあでもよ、まあ、それって監督がそうやって言っていや出ますなんて言えないじゃんね、はい、でもそうなった時にはもう結果で示して、うん、この2022年のオフには、うん、ね、ちゃんと帰れるようにしなきゃいけない中ではやっぱ勝負になるよね、はい、そうですね、うん、こんなに年俸が上がりましたって言ってまたバラエティに戻ってきてほしいですね。そうそう、もう結果も出しましたし、うん、って言ってね、出るためにはやっぱ本人ね、これがどういう効果を生むのかっていうのも、うん、結局出なくても一緒じゃんってなったらね、その方針がどうとかってもなるし、うんうん、そう、出なかったおかげで結果も出せて、でそれで明確出れましたが一番ハッピーだけどね、はい、こうどういった杉谷がね1年を歩むのかっていうのも注目したい。そうですね、からこその名前を挙げる、はい、まあ、この新庄監督1年目の選手っていうのは本当に最初から勝負ですね。そうそうそう、アピールしないといけないですからね、うん、そういった意味ではね、杉谷もまあ大事な1年になってくるかなっていうね、うん、はい、であとは、ピッチャーはね、うん、上原健太。おー、はい、2015年ドラフト1位、はい、7年目、うん、今年3月29日で28歳に、はい、なりますけども、昨年1軍では11試合登板、うん、先発は0回だから全部リリーフ、うん、はい、で防御率 3.97、うん、ホールドなしっていうところで、まあ、なんて言ってもね、まあ、ピッチャーが結構日本ハムは取ってんのよ、はい、だからまあ立つね、うん、まあ、高卒だけども、あと黒柳、うん、こちらも高卒、はい、で長谷川、うん、ピッチャー、こちら23歳、はい、金沢学院大学から、うん、で松浦慶人、こちらは高卒、うん、で北山幸喜、こちらは京都産業大学から、はい、ね、ピッチャーがね、で昨年もで今終盤よかった生ためとかで川野ね、うん、とか、はい、であとは立野、うん、っていうところの若いピッチャーも来てる中で、やっぱもう28歳、うん、ドラフト1位、うん、左、うん、ここら辺でしっかりバシッというものを、うん、まあ、見しとかないと、はい、もう今年7年目か、ここが今年ね、まあ、リリーフになるか先発になるのか分かんないけども、はい、勝負の年だね。そうですね、なんかチーム結構若返ってきてますよね、うん、そう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 、そういったところでもね、監督も変わってっていうところでは、うん、ここが踏ん張りどころだね、はい、であとはその中で言うとやっぱ金子千尋投手38歳、今年18年目、もう38なんだ、うん、でもやっぱり日本はいろんなことをやってくる中で、はい、まあ、監督が栗山さんから新庄さんに変わったから、うん、そこのまたね、先発も短いイニングで変わっていくっていう作戦ないかも分かんないし、あるかも分かんないけども、まあ、金子千尋はまあ先発もできるしリリーフもできるし、いろんなところでできるっていうところでは、うん、若い選手が多い中、そういったところはベテランとしては貴重なポジションだから、はい、大事になってくるけども、そこしっかり踏ん張っていかないとね、うん、一気に若手に全部変えられるっていうパターンもあるから、そういったところであとは技術をね教えていくっていう部分でも非常にチームにとったらね大きい戦力でもなるし、それがまあ一軍のピースの中でしっかり入れるかどうかっていうところもね、日本ハムのこの今年1年戦っていく強さを保つ上では大事な要素になってくるけども、その中でもやっぱり本人が結果を出していかなきゃいけないからね、そういった意味ではこの上原、金子千尋っていったところの左右2人はい、はこの若手の波に抑えられないようにしっかり持ち場を踏ん張っていかなきゃいけないから、はい、まあ、金子千尋はね、まあ、キャンプの1日からガンガン行くような必要はないけども、うん、まあ、上原はね1日からガンガン行かなきゃいけないし、うん、まあ、清水杉谷もねもう1日からガンガン行かなきゃ、そうですね、うん、みんな1日から勝負ですね、そう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 、です、うん、まあ、でも本当にね若い選手たち多いからね、はい、まあ、どうなっていくかは、まあ、今年一番ね日本ハムがね、うん、注目されながらキャンプを過ごすと思うけどね、だってスタメンが全然想像できないですもんね、え、うん、っていうところでね、はい、どういう感じになっていくのか、うん、いや続いてはね、はい、阪神です、はい、阪神はですね、うん、木浪、ほー、まあ、昨年ね、はい、木浪が一番最初スタートで出てて、うん、でちょっとミスして、うん、でそこで中野に変わって、で中野が一気にね新人大ブレイク果たしたけどもよ、はい、まあ、前の違うチームの動画でも言ったけども、はい、2年連続行くのは難しいのよ、中野選手、もう1年、やっぱ相手も研究してくるからね、はい、ってなった時に、でまだこのオフ休んで、うん、感覚がまた変わってるパターンもあるし、このオフどう過ごしたかにもよるけども、
2年連続新人から2年連続結果出し続けるって、うん、結構そんな簡単じゃないんだよ、うん、そういったところで、はい、そこがもしポロって出た時に木南はもう一回再アタックするように、うん、そのしっかり準備して攻めていかなきゃいけないよね、はい、でもそれがここで長野がパーって走ったらね、うん、ちょっとポジショニングが悪くなるんで自分のね、うん、ここはしっかりまたねアピールして勝負していかなきゃいけないかなっていうね、はい、うん、年になるかなと、はい、であとは梅野、梅野選手、なんで残留したばかりで、うんうん、残留したばかりだけども、はい、ちょっと昨年の終盤使われ方が、あ、そうですね、坂本がね、はい、結構出てきてて、うん、なんかもう梅野一択じゃなくなってきてんちゃうかっていう矢野監督の中で、終盤はなんか出る機会ちょっと減りましたもんね、うんうん、でそうなったところで、はい、まだ今年も昨年の終盤のような使われ方なのか、はい、がっちりキャッチャー梅野でしょうなのか、うん、ちょっと今分かんないね、あ、まあそっか、シーズン終盤の感じだと、そう、坂本ありかなみたいな感じでファンの人も多分二分してると思う、はい、っていったところを、うん、もう一回梅野王国を作るためには、はい、しっかりとした結果を、うん、出さないといけないから、はい、だから去年終盤の優勝争いの一番厳しい状況の中で、うん、監督は坂本を選択してたわけですよ、はい、まあ、本人としたらはぁみたいな感じになるところを、うん、FA で出るか出ないかで、まあ、俺はもう残留一択だと思ったけども、はい、阪神残留になってよ、うん、ここでここになった時に、はい、多くの人関係者は、うん、FA しなかったからあんまりもう考える必要なくなるのよ FA のこと、はい、そしたら本当にフラットな目線になってくるから、はい、しっかりさせたものを見せないと、うん、坂本梅野になっちゃう。ああ、そっか、どうなるんでしょうねっていうことを考えたよ、はい、このレギュラーポジションをしっかり確約するためには、うん、やっぱ今年が勝負の年になるでしょ。そうですね、うかうかはまだ捨てられない、正捕手だよって言ってられない、うんうん、キャンプからバチバチの勝負が、うん、多分繰り広げられるんちゃうかっていう。ああ、そうですね、うん、そういう意味では面白いよね、はい、そうですね、うん、じゃあ開幕のスタメンはどっちなのかみたいな、うん、そう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 、さあそして、はい、続いてがですね、うん、ピッチャー小野投手ですね、小野大輝投手、うん、背番号98番、変更になったんですよね、今年28歳、はい、二軍じゃ無双なのよ、うん、25試合登板、まあ、リリーフだけどね、はい、1.38、うん、3勝1敗いい、もう完璧じゃん、はい、でも1軍じゃ、まあ、12試合登板で 7.98 防御率、うん、でも、まあ、阪神も若いピッチャーがいっぱい来てるから、はい、うん、で結構投手陣もいいし、はい、でも2軍ではしっかり結果残してるから、うん、今年それを1軍で出したよね、うん、そうですね、2軍でそんなに結果出せてたらっていうね、うん、そう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 、ね、うん、でしかも2軍でリリーフやってたわけじゃん、うん、で今年、うん、スアレスがね、はい、後ろがいなくなって、その右のリリーフもそんな安泰な人たちはそんなそこまでいないと思うのよ、はい、俺はね、うん、阪神でそういったところでは、で、新加入選手がこのケラ・ウィル・カーソン、ウィル・カーソン今年ちょっとどこの外国人選手も長いねそうですねで、このね、うん、ケラが、スアレスに代わるクローザー候補、193センチの長身から最速157キロのまっすぐとパワーカーブで三振の山を築く、やや腕が振り遅れて出てくるため150キロ台のまっすぐは打ちにくい、28歳、はい、でウィル・カーソンがもう一人のクローザー候補、最速149キロと球速はさほどないが、パワーカーブをしっかりとコーナーに投げ分けられる、タイミングを外してくるタイプ、うん、メジャーでは中継ぎ経験している、昨年は 3A で19試合に先発し8勝5敗、だからまあウィル・カーソンはひょっとしたら先発もあるかも分かんないけども、うん、まあ、こうやって取ってきてるわけじゃんね、はい、2人ともそのリリーフ候補っていうのをね、うん、そういったところでは小野は去年ね結果出してる分、うん、1軍のリリーフに入っていけるかどうか、うん、ここ勝負だね、そうですね、ここ掴みきれないと、うん、なかなかまたね、うん、チャンスが遠のいて厳しくなっていくんで、うん、そういった意味ではこの小野のね頑張りを、はい、まあ、いいいいって言われながらね1回7勝ぐらい上げてる時もあるしね、はい、まあ、いいいいっていう素材はいいもん持ってるから、あとはもう1軍で結果出すだけだからね、だって2軍で1点台は1軍で結果出すストーリーもんだからね、まあ、そうですよね、うん、打率3割か1点台、そういった意味では、まあ、今年勝負の年になってくるんじゃないのかなっていうね、うん、そうですね、1年間やっぱりこう、うん、1軍に、ね、いてほしいですね、うん、そうだね、うん、そういった意味では、まあ、この北見、梅野、はい、うん、大野、うん、こういった選手たちのね、はい、この勝負の1年をね、うん、楽しみに見ておきたいなと思いますね、はい。